皆さんこんばんは。マジカルエキストラタイムのお時間です。森久保野の役の高橋かりんです。よろしくお願いいたします。ということで、こちらはアイドルマスターシンデレラガールズの楽曲について、制作過程なども含めて楽曲の面白さをリラックスした雰囲気でお伝えしていく大人なトーク番組です。大人だっつってんのに。はい、さて本日はスターライトマスター For the Next 02に収録されているワンステップスのユニット曲ステップ&スキップについてお話をするんですが、まずは今日一緒にお話ししてくれるこの方をご紹介します。ステップ&スキップの作詞を担当していただいた朝倉みちさんです。皆さんこんばんは、朝倉みちです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初めてお会いするんで、ちょっとドキドキ感。初めまして、まさに初めまして。よろしくお願いします。お願いします。何を話したらいいんでしょうか。なんか名古屋公演を見にいらしてた。はい、はい、そうです。伺いましたけれども、ああどうでしたか。すごい。どうでしたかって雑誌。すごい、本当にあのドーム。はい。去年とかのドーム行けなかったので、うん、初めてドームライブに行ったんですけど、そうなんですね、もうすごい派手で、はい、なんかすごいもう本当に、あ、なんてすごい場所でこのアイドルたちはライブしてるんだろうって、ファンっていうかプロデューサーさんもすごいこうキラキラしたの振ってて、もうすごい全部全方向キラキラみたいな、そうですよね、すごかったです。確かになんかなんでしたっけ、あれミラーボール、うん、ミラーボールが出てこないってやばい。ミラーボールとかもあって、すごくダンスフロアな感じ のステージだったので、もうめっちゃキラキラだったんですけれども、ありがとうございました、見ていただいて、はい、なんかお話を伺ったんですけど、私色ギフトとか冬空プレシャスとかも書かれたということで。そうですね、私やらせていただいたことがあるので、すごい嬉しい気持ちです。すごい本当歌っていただきありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はね、早速ステップ&スキップについてお話ししていきましょう。マジカルエクストラタイムスタートです。それではまず楽曲制作の最初の段階についてお話を聞きたいのですが、どんな流れで制作を作り始めたんでしょうか。まあ、柏谷さんから、はい、オファーのご連絡をいただいて、石浜さんが作った楽曲を聴いて、はい、でなんか資料、はい、オーダーの資料があるんですけれど、うん、それを読んで、今まで のワンステップスの子たちの個々のソロの曲も聴いて、うん、そこからなんて質問でしたっけ。どんな流れで作り始めたんですかっていう。ああ、そうです。そうですよね。じゃあ最初に曲があったっていうことですか。そうです、先に曲があって、それを聞いて、なんかどういう風に歌詞って書くんですか。私あんまりそういうことを全然知らなくて。へえ。なんか例えば、はい、すごくこう曲をずっと聴いててつらつらって書いてるのか、それとも曲一回聴いて、あとはこう日常生活を送ってる間に、あ、ここはこんな歌詞がいいかなって思い浮かぶとか。なんか私の場合は曲いただいたらそれをスマートフォンの方に入れて、うんうん、でそれを聴きながら普通に日常生活を送って、はい、なんかこう自分の中に音とかを落とし込んで、音とかイメージとか落とし込んで、はい、なんかこうそこからようやくパソコンに向き合うみたいな感じですね。じゃあまずは曲のイメージをすごく膨らませて、 はい、その後に、なんていうんですか、作業という感じで取り込む、そうです、お仕事の感じでやり出すってことですね。そうですね。なんか詰まったりしないんですか。こんなにこれってこう曲って5分とかあるじゃないですか、その間の言葉をいっぱい考えるのってすごい難しいなって思うんですけど、なんか止まったら負けだと思って、はい、止まったら負けだと思って、初行はとにかくスピードで、はい、パーってなんか出てきたものを全部パーって打っちゃって、書いちゃって出すので、最初は初行はあんまりどうしようとはならないんですけど、だいたい一回出すとリテイクでここもうちょっとこうしてくださいっていうのをいただいたりするんで、そっから悩み始めます。ようやく。じゃあ最初はもうつらつら書いて、そうですね、出来上がったものを柏屋さんで見ていただくんですか。そうです、そうです、はい、おー、最初、一番最初はどんな感じの曲だったんですか。
もう今とあんまり変わらないですか？ここにパスカードがあるんですけれど。いや、結構違うんですか？そうですね、あのタイトルもまず違いましたし、サビの一番最初とか、サビのなんだろう、夢のステップじゃなかった、違かったりとか。そうなんですね。ところどころやっぱ違うところもいっぱいあったんですけど。そうなんです。タイトルは全部ご自分で決められるんですか？なんかそうですね。あ、はい、柏屋さんがこれにしろとか言うのかなって思ってました。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。なんか私は一番最初に出したタイトルが確かアイリマスシリーズの他の曲とちょっと似ていて、似ているタイトルで、いやこれはちょっとかぶってる感じがあって違いが分かりにくいなっていう話になって、じゃあ何にしようかってなった時に、まあなんかこう案をいくつか大体いつも出して、それでまあ柏谷さんとご相談させていただいて最終的に決定するみたいな感じです。そうなんですね、はい。あ、なんかここに柏谷さんが最初に朝倉さんに送ったっていう資料があるんですけれど、うん、なんか歌詞のテーマがおおよそアイドルの素養がないって書いてある。柏谷さんそうやって思ってるのということですけど、まあね、その後にね、ワンステップスの楽曲で表現したいテーマは3人の共通点としてのひたむきさです。アイドルに自信がない子がアイドルとして輝くために一歩を踏み出す曲ということで、そういうのを、それをね、伝えたい曲だから、まあおよそアイドルの素養がないという表現になったと思うんですけど、先ほど、うん、ソロの、みんなのソロの曲もお聴きになったということで、はい、なんかそのイメージとはやっぱり全然そのワンステップスってちょっと違うと思うんですけど、うん、みんなの曲ってなんか殻に閉じこもってるわけじゃないですけど、ののちゃんだったらもうアイドルが無理って思ってる子なので、うん、森に逃げた歌なんですけど、はい、それとワンステップスの曲ってこう差があるじゃないですか、うん、そういうところ何か最初にこの子たちのイメージって思ったところとかありますか？何か。そうですね、なんか本当自分にみんな自信がない子だったので、うんうん、まあそれを否定しないで、うん、その子たちを肯定して、その子たちがなんだろう、なんかこう周りの大人の支えによって多分一歩を踏み出せる子たちかなって思ったので、そのなんかその子たちを支えられるようなこう歌詞というかにしようかなと、したいなと思って書きました。そうですよね、なんかもう差がありすぎて、ワンステップスの時はやっぱり3人いるからとか、うん、周りの助けがあるからなんか素の自分で一歩踏み出せるみたいな曲だなっていただいた時に思ったので、それがすごく嬉しいなと思って、 ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当にもう素敵な曲ですよね。なんかDメロが特に私は好きなんですけれど、うんうん、はい、3人のなんていうんですか、それぞれのカラーも出ていて、うん、最初仮歌でいただいた時歌詞が違ったんですよ。そうですね。で、タイトル、ソロ曲のタイトルが入ってたんですけど、うん、まあ、いろいろ制作をしていくうちに今のものにまとまったっていうことで、うん、ここはなんでこう3人のそれぞれのカラーを出そうと思ったとか、なんかあるんですか？なんというか、入れようかなみたいな感じですか？そうですね、まあ、入れようかなって感じもあるんですけど、うん、なんかそれまでよりもうちょっとなんだろう、ラスサビ向けてのこの盛り上がりのなんか、うん、みんなが集まってくる感がもうちょっと欲しくて、うんうん、なんか1番2番とかではまだもうちょっと個々な感じなんですけれど、うんうん、ワンステップスとしてまとまっていく様をなんかもうちょっとどうにか表現できないかなと思った時にこうなりました。なるほど、はい、もうプロデューサーさんたちも多分 D メロめっちゃいいっておっしゃってくれてて、あ、嬉しい。なんですごい嬉しいです。この歌詞もこういう風に作っていただいて、もう森を撫でていく風ってもうどういうことだって思って素晴らしいなって思ったんですよ。 ありがとうございます、はい、すごい嬉しいです。お話ししたいことありますか？お話ししたいこと、なんか結構歌詞については聞いたと思うんですけれど、歌についてとか聞いてもいいんですか？もちろんです。
なんかどういう感じで歌ったのかな、どういう思いで、うんうん、どういうディレクションがあってどう歌ったのかなって思って、うん、私まず最初にこの曲をいただいた時に、うん、ワンステップスの曲だって言われなかったんですよ。あ、へえ。で、アイマス の、 その新しい曲のレコーディングあります、はい、資料ですバーンってきてこれは何の曲だろうなって思ったんですよ。で、そこからこれを聞いて、うん、歌詞を見た時にこれ絶対ワンステップスだって思ってそれもあの D メロのところっていうのもあるんですけど、うん、最初の夢のステップでなんか A メロが強い光を放てないとか、うん、テンション低めとかでも好きなものは変わらないからみたいな、うん、この歌詞であ、ひろみちゃんたちのことを言ってる、ほたるちゃんだ、あ、なのちゃんだってなってで最後にこうだんだんあの D メロに近づいて D メロであ、タイトル言ってる、もう絶対そうだって思ったんですよ。なんでなんか最初からこれはワンステップスの曲だからこういう気持ちでやろうみたいなのを考えやすくって、レコーディングの時は結構普段森久保奈乃ちゃんはウィスパーというか弱々しい歌い方が多いんですけど、今回結構自分で聴いてみても強いなと思って、なんかお腹から声出てんな森久保って感じです。それもなんか多分この歌詞が背中を押してくれたっていうのもありますし、曲の雰囲気もとても明るくて、普段は頑張ってるんですよ。伝わります？プロデューサーさん頑張ろうって思って頑張ってるんですよ、うん、でもワンステップスの時はなんか2人が一緒にいてくれて素の自分で一歩飛び込めるっていうか、うん、だからそういうテーマがワンステップス自体にもあったので、前桜さんの書いてくださった歌詞もこうなんかそういう感じじゃないですか、ステップをこう踏み出してっていう、だからねなんかとても歌いやすかったです。あ、よかったです、ありがとうございます。はい、ということで曲についていろいろお話をしてきましたが、ここで皆さんと一緒に聞きたいと思います。それではお聴きください、ワンステップスでステップ&スキップ。夢のステップ、ここから始めよう。小さな歩幅だけれど私進むんだ。ここで皆さんにもお聞きいただきましたけれども、どうですか3人合わさると、またあ、私はね、そうですよ、皆さんは3人合わさったのしか聞いてないからあれですけどどうですかすいません、変なこと言って、レコーディング私一番最初だったんですよ、はい、なので2人の曲をこの完成版をいただくまで聞いていなくて、あ、もちろんデレステでは聞きましたけどね、うん、なので3人の曲を聴いての感想みたいなのを聞いてみたいんですけど、そうですね、3人の曲を聴いての感想、なんかちょっとこの子たちの歌なんで、ネガティブな言葉とかも歌詞にちょいちょいやっぱ入ってるんですけど、でもなんかこの歌詞
どうアイドルソングに作用するかなって思ってたんですけど、なんかすごく聞いた時にあアイドルの歌だと思って、しかもなんかこうこの子たちにしか歌えない歌だなっていう感じがすごい、この子たちだからこそすごい可愛くてなんかキュンってするアイドルソングになったかなって、すごいもう可愛かったです。ありがとうございます。王道アイドル感がね、あった気がします、うん、そういうところもなんか意識して作られたりしたんですか？そうですね、なんかアイドルソングってところはやっぱりすごく意識しましたね、うん、なんかせっかくアイドルやってるんでアイドルっぽい歌を歌って踊ってほしいなと、うん、確かにそういう意味ではなんかミュージックビデオとかを例えば作るとしたら結構踊ってほしいなっていうのは私の中にある。なんかあります？そういうの。変な質問しちゃったから、ミュージックビデオだとしたら、うん、もうなんかすごいもうエモエモな、うん、もうドエモいドエモいドエモいやつがいいですか？あ、なんか例えばフィルムの、はい、フィルムでずっとその3人を半日とか1日くらい待ちぶらしてもらって追い続けていって、あ、そういうタイプのやつ、そういうタイプのやつなんか彼もなんか素の表情を延々と撮り続けるやつみたいな、それがちょっと見たいかなと思います。いいですね。でもなんか歌詞書くときもそういうのイメージしたりするんですか？歌詞書くときはあんまりイメージしないんですけど、あ、でも曲聴いてやっぱり映像とか、最初映像とかも思い浮かべて、思い浮かべるので、そうですね、本当に石浜さんの曲がとっても本当に素敵なので、イメージとかもすごく湧きやすくて、あー今こんな感じだみたいなのがあるんで、そんな感じになりました、はい、なんか歌詞っていっぱい言葉を知らないとなんか書けないなって私思うんですよ。語彙というかなんかぴったりの言葉をその制限された音数の中で書くのって絶対難しいなと思って、すごいですよね。何なんですか？いや本当もう全然、でもこう喋ると何も出てこないんで、普段なんか、そうなんですね、そうなんです、そうなんです普段なんかこう歌詞を書くのになんかなんていうんですかね、例えば声優さんとかだとフリートークをネタ帳とかに書いてたりするんですよ。なんか日常で何もなさすぎて、面白いことあったらとりあえず書きためとか、なんか歌詞書くときに普段その歌詞を書くお仕事のためにやってることとか、うん、なんかあるんですか？なんかそう思ってなんかそのメモ帳的なのに、うんうん、いいフレーズだなと思った単語とか、うん、なんか、うんうん、いい言葉だなって思いついたのはメモるんですけど、うん、やっぱオーダーが、うん、それに合ったオーダーはめったに来ないので、うん、そっか、使えないんですよね。ずっとなんかネタ帳みたいな、なんか、うん、いいポエムみたいなのが溜まっていくだけでポエムが溜まっていくだけで一向に使えないんで、うん、そうなんです。でもなんか多分そういうの考え、常に考えてるのが大事なんでしょうかね、はい、じゃあずっと歌詞こういうのになったらいいなとか考えたりとか、そうですね、なんか本読んだりとか、本はまあまあぼちぼち、ぼちぼち、じゃあもうなんか降ってくる感じなんですね、きっと歌詞は。まあそう言えばかっこいいですけどそんな感じですかね。はい、じゃあそんな歌詞のことですけれども、歌詞を書く上で苦労した点とかもしあればお聞きしたいです。なんかまあ本当基本どんなことどんな状況になってもやっぱ楽しいんで、うん、この状況ありがたいなと思いながら歌詞書いてるんで、苦労っていうとなんだろうってなっちゃうんですけど、煮詰まったところとか、あ、でも最後まで悩んだとか、この、Dメロの、はい、この一番最初のフレーズは、うんうん、今ここちぎれずに咲く花、元の歌詞がここにあると思うんですけど、うん、はい、これでずっとなんかここはすごい柏谷さんと何回もやり取りして、うん、どれが一番なんかいい花の表現になるかなと思って、そこはすごいちょっと
練りましたね。なんかその柏屋さんとのなんていうんですか、相談会みたいな、なんていうんですか、そういうの話し合い話し合いの時ってどんなことをお話ししたり、なんかどんな風にお話ししたりするんですか。なんか全然イメージが湧かないし、多分プロデューサーさんもどういうオーダーをされたのかとか、あのどういう風にもっとこうしてみたいになったのか知りたいと思うんですけど。でもあの直接お会いしてお話しすることはなくって、そうなんですね。基本もうメールでこうしました、どうですかっていうのを、まあ、あの事務所を通して柏井さんに連絡していただいて、で柏井さんからまたこう事務所を返して返事が来るみたいな。あ、じゃあなんか例えば朝倉さんが出したものに対して、柏井さんが持ってるこの曲のイメージはこうこうこうだから、もうちょっと例えば前向きな言葉にしてほしいとか、そういう風なオーダーが来る。そうです、そうです、まさに本当にその通り、はい、そうなんだ。なんか難しいですねだって言葉ってその人のなんか背景じゃないですけど、バックボーンによってなんか一つの前向きを表す言葉も説明が変わるじゃないですか、はい、だからそのイメージのすり合わせがすごい難しいなって、うん、そうですね、そうなんですよね。なんか私割と歌詞にネガティブな言葉を並べたがるところがちょっとあってちょっとなんかそういうネガティブだったり、ちょっとエッジの効いた表現みたいなのをついつい入れたくなっちゃうんで、柏屋さんにここは違いますっていうのをこう軌道修正していただいてそうだったんですね、はい、じゃあステップ&スキップもエッジの効いた言葉が最初はあったかもしれない、出ない、そういうやり取りって大体何回とかどれぐらいとか。なんか結構この波紋のフレーズは結構やりましたね、やり取り、ちぎれずに咲く花、はい、ここにたどり着くまで、それまでどんな案があったとか聞いてもいいですか。私一番最初は本当多分曲タイトルだったと思うんですよ、はい、谷底にで咲く花は、うん、そうそうそうみたいな感じだったと思うんですけど、その後なんかこうこうなんかもうただのお花じゃないじゃないですか、うんうん、ただのお花じゃないから、うん、どうこうえそうですよね、これ蛍ちゃんの曲ですよね、はい、蛍ちゃんです。そう、うん、なんか蛍ちゃんのお花だからただパッと咲いてるわけじゃないし、どうしようかなと思っても本当いろいろなんかここにある人知れず咲く花とかも、うんうんうん、まさに人を知れずひっそり咲いてる花って言ったらちょっと違いますねって言われて、はいはいって言われて、いろいろ考えて、はい、これはどうですかって、そうです、なんかこう方法とか出して、そうです、これならいいんじゃないかみたいな、そうです、のが見つかっていくわけですね。へ、歌のなんかディレクションってどう、何て言われたんですか。歌のディレクションって何て言われたんですかでもあの前向きにとかが今回はとても多かったかなと思います。なんかレコーディングの時もセリフの時もそうなんですけど、私いつもこうやって歌ってるんですよ。へでなんかやっぱ目線が違うとちょっと出てくる音も違うのかなっていうふうに自分で思っていて、なんですけど今回のステップ&スキップはかなりマイクを見ていたというか、マイクの向こう側を見ていたというか、あのすごくまっすぐな気持ちでこう上を向いてる、なんて言うんだろうな、表情が明るいっていう風に言いました。柏井さんにもあのそういう風なディレクションをいただいたと思います。結構前なのでもう忘れてしまいましたそうですね、トロちゃんもこう頑張るみたいな、あのそう、あの蛍ちゃんのトロちゃんも頑張るっていう気持ちをいっぱい込めたらしくて、うん、こういうマークと鼻息がふんっていう絵をいっぱい歌詞に書いてへっていう風に言ってました。かわいい、そうなんです。この曲があの柏屋さんが最初に私に説明してくださったのは、この曲は曲もあの背中を押してくれる、あの普段自分では踏み出せない子たちの背中をちょっと押して一歩踏み出させてあげるっていう感じの曲なので、うん、あのそれを感じてレコーディングしてほしいっていう風に言っていただいて、うん、あのそれは確かに感じています。そしてあの自分のこのののちゃんの完成した曲を聴いても、あ、あるわっていう風に思います、うん、なんか
やっぱりさ一番最初にお話ししましたけど、少し力強い感じというか、うん、自分に自信があるわけじゃないけど、こう勇気をいつもより持ってる感じがあるなっていうふうに思いますんでね、うん、そうです、何の話でしたっけ、はい、何の話からこれになったんだっけ、あ、ディレクションか、あ、そうだ、なんで、あ、それで、あの、私最初だったので皆さん2人の曲は聴いてなかったんで、あの、なんかいつもこの完成したものってパート分けされて出るじゃないですか、世の中に、うん、だからどこを自分が使われるんだろうってすごい思って、うん、なんかレコーディングに臨むんですよね今回は。でも、なんかそれぞれみんなの歌詞にも、うん、みんなのなんかそのなんですかね、ちょっとアイドルに対して自信がない気持ちがいろんな随所に散りばめられてたんで、本当に自分がどこを歌うか分からなくて、でも完成したのを聞いた時に、でも好きなものはずっと変わってなくて、好きを貫く強さは自信あるかも、うん、のところが、ゲームではのぬちゃんのパートだったんで、あ、好きなものをずっと貫く強さっていうことを歌うんだってちょっとびっくりしましたそうですね、だからなんか皆さんにもそういうなんか歌詞をの意味をすごく感じて、この子がここを歌ってるんだみたいなことも思って聞いてもらえたら嬉しいのかなって思います、うんうん、はい、このオファーを、柏谷さんがされたそのきっかけというか経緯の中に、私色ギフトがすごく良かったっていうのがあるらしくてですね、あの、朝倉さん芸能活動を、されてるということで、もうされてるということで、なんかその芸能活動してる方からの目線を感じたっていうお話で、なんかそれが私色ギフトの、あの、頑張れ頑張るよ丸大札みたい、実際どう頑張ればいいみたいなところがあるじゃないですか、実際どう頑張ればいいっていう歌詞が出てくるのがもうすごいって、でここにワンステップスの共通点を感じて、これはもうワンステップスの歌詞にハマるんじゃないかっていうふうに思われたらしいんですけれども、はい、はい、ありがたい、ありがとうございます、そうですね、どうですかそれを聞いて、いや、まあ別に、別にって言ったら違うかあの、私が活動してるしてないとはまた別としても、まあなんか本当一歩踏み出そうとか、自分に自信ない子たちの気持ちはなんかやっぱ分かるというか、多分あの見ていらっしゃる方々とかも、あのやっぱり自分に自信がなかったりとか、でも一歩踏み出したいなっていう気持ちは誰でもきっと持ってると思うので、それをね、あのちょっとアウトプットさせていただいたというか、まあそう、本当あの私色ギフトを歌っていただいたのとかも本当素敵でしたし、本当ありがたい、ありがたいご縁です、本当にありがとうございます。確かにそのお話を聞いて、私もその石川の時に初めて、私色ギフトをしっかり練習したというか、うん、今までそのゲームでやって聴いたりはしたんですけど、あのじっくり聴いてみて、この実際具体的にどう頑張ればいいってめっちゃすごい歌詞だなって思ったんですよなんかあのここ一番好きで、うん、あの今日お会いして初めてその私色ギフトを書いてらっしゃるっていうのを、あの聞いたので、はい、あの意識していなかったんですけど、本当に申し訳ないんですけど、なので、あのそのライブ石川でやった時に、ここの歌詞すごいののちゃんにハマると思って、うん、ののちゃんがとっても表現しやすいところだって思って、うん、その振り付けとか頑張ったところだったんで、確かにワンステップさっていう感じです、はい、嬉しい、うん、ありがとうございました。ということで、残念ながらお時間です。これからもステップ&スキップたくさん聴いてくださいね。さて、マジカルエキストラタイムはお別れの時間ですが、ご覧いただいているプロデューサーさんへメッセージをお願いします。本日はステップ&スキップ、ご視聴いただき、ご視聴いただき、あのお手に取っていただいた方々、聞いてくださった方々、本当にありがとうございます。これからもあの楽曲とワンステップス、シンデレラガールズ、ゲーム、全部あのね、皆さんと一緒に盛り上げていけたらなと思っております。本日はありがとうございました。わー、ありがとうございました。はい、プロデューサーさんどうですか、もう本当にいい曲でしょう、たくさん聴いてくださいはい、ということで私もね、なんか
かライブとかで披露できる機会が、そしてワンステップスが3人揃う機会があったら嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ということで次回のマジカルエキストラタイムもお楽しみに。今回のお相手は森久保の野役の高橋かりんと朝倉みちでした。またお会いしましょう。